前の2件と同じ方だと思います。3つ目か。うちの巡査なんだよ。それはこれは県警も本気出さなきゃいけなくなりましたね。ぜあの拳銃が欲しいんです。お客さん何言ってんの。どうしても必要なんです。いや、うちは話しませんので。どこにも。いやね、誰にも。そんなことを言ってもいくらでも出します。どこで。え、どこで知ったの。え、いや、どこでうちのこと。ああ、ネットで。あれ、出ちゃってた。ありがとう、本当にありがとう。今日素敵だったよ。イエーイ、まだ。ありがとうございました。また来週。はい、ありがとうございます。絶対来てよ、はい、約束。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。今日初めて。お名前書きますか。入江って。入江さん。はい。あのはい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。お次の方。ひろこちゃん、なんだ、来てくれたんだ。嬉しいね、ありがとう。久々じゃん、来てくれたんだ。何としても。だから、なんで欲しいのよ。はい、
いや、理由。理由。だって理由言わなきゃ分かんないじゃん。はい。法律違反だよ。法律知ってる？銃刀法違反。名前は。名前は、ね。はい。持ってるだけで最長15年だぜ。そんなに。そんなにってあんた、入江さん。だいたいなんですぐ身分証見せんのよ。本名じゃん。はい、うちまともな会社じゃないことぐらいわかるでしょう。ああ。そんな本籍地まで教えちゃって突き込まれるかもよ。まあいいや、座んなよ。で、あんた誰かやりたいんだな。ああ、死刑だよ。なっちゃいますかね。まあ、人生にもよるけど。弾がないと拳銃だけ持ってても意味がないでしょ。あ、趣味か。趣味じゃないっす。趣味じゃないの。本気です。殺します。遊びじゃないっす。趣味って言ってるよ。自信もあるだろうから逃がす？逃がす？いや、銃弾すわ。殺すぞ俺。そんなやめなよ、かわいそうじゃない。来てるらしいな。え？めんどくせえことにならなければいいけどな。そうですか。そんなもん、うちはただのアイスクリーム屋なんですから。なあ、寺下、寺下。おい。あ、ん？最近一条のバカが戻ってきたでしょ。ん？それとなんか関係あるんですかね。おい、うちは関係ないっすよ。
ね、たんだけどさ、シャーってドストライスね。ダメだね。ね。そりゃ北村さんさ、事件と関係してるか知らねえけど、一条に恨み持ってるやつは多いでしょ。あいつのせいで横須賀の大抵の組はめちゃくちゃにされたんだ。もうもう記憶をなくした男、演歌歌手で再出発なんてふざけたこと言ってんでしょ、ね、なんで戻ってきたかね。俺たちはしっかり覚えてますよ。ゆりさん、ずいぶん仲良かったそうじゃねえか。何それ。一条はあんたら公安の犬だったって噂がさ、横須賀のカルト教団と暴力団絡ませて壊滅させたのは。仮に何かあったとしても記憶がないんでしょ、そいつ。司法取引で異例のお咎めなし。ずいぶんあんたら動いたそうじゃない。噂でしょ。出てきたところをあんだけ撃たれて記憶を失っただけで済んだのが奇跡だろう。そのおかげでまだ殺されずに済んでんじゃないの。まさかあんたらがやったわけじゃねえよな。トカゲの尻尾。家賃もいただいてるし、警察の方にも言われてるんで、今月いっぱいまではこのままで。はい、ありがとうございます。整理つくまでは。妹さんも大変だったわね、急なことで。二人だけだったもんで、これちゃんは一条さんの大ファンでした。ずいぶん頑張ってますね。以前お世話になった北村です。ちょろっとご挨拶程度ですが。ああそうでしたか。以前の記憶がすっかりなくなってしまったものですから。何も。ええ、そうなんですよ。この辺りで暮らしていたことだけはなんとか。ああそれは。今度ぐるぐるでまたイベント。はい、そうなんですよ。もう3回目かな。もしよかったら。楽しみにしてますよ。お待ちしております。
れ様です。あ、どうも。一条絡みですか。たまたま会社3件とも一条のファンというだけでまだ何とも。本人は？おとなしいもんです。ありゃ本当に何にも覚えてませんね。一条引っ張ってちゃんちゃんにしましょうか。はい。上からかなりせかされてますしね。北村さん、ここは定年前に一兆点数稼ぎましょうよ。なんせあいつは伝説の男ですから。みんなも納得ですわ。いや、それじゃあ。いいんですよ。人には運命ってもんがあるんです。部長、公安のやつら気に食わねえんだよ。それにあいつ孤児ですし、誰も悲しまないし、ちょうどいいですわ。指紋出しちゃいますか。やばいっす。県警動いてます。なんで？わかりません。北村の単独だと思ったら。やめさせましょうか。いや、下手に動かない方がいいわ。あんたも離れて。はい。なんだって？なぜか県警動員だって。そうか、俺たちのこと思い出される前に消したいだけだったんだがな。
り江、一緒に乗ってるよ。なんで覚えてないの。あ、お名前書きますか。入江って。入江さん。はい。ああ、あの、はい、どうぞ。ありがとうございます。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。お次の方。ひろこちゃん、なんだ来てくれたんだ。嬉しいね、ありがとう。久々じゃん。来てくれた。ひろこさん、こいつもついでにやってくんないかな。これ安全装置。玉はアイスクリームやな。何発いるの。ああ、何発だって用意するぜ。公安様方の公認なんだからな。公安？あ？あんた知らなくていいの。みんな応援してるから。なんで覚えてないの？悪かったよ、入江君。中田さんが言ったらよ。そんなやつ友達じゃないから。なんだって。中田。あ、その人倒れてる。ゆりさんにも。ゆり、はい、よし、行こう。俺、一条くんの周りのうるさいハエだけ殺さなくちゃいけないと思ってたんだけど、やっぱり君は死ななくちゃ。田村さん、これだけ目撃者がいたら一条は引っ張れませんよ。
でっち上げられない。ええ。あ、そう。おい、逮捕状破っとけ。厄介な奴が戻ってきたな。待ちます。はあ。